嫁と光で見てきた仙台に来ました。イエーイ。私は前乗りしました。一日早く来ました。俺はちょっと仕事の関係でね。もう一回最初からなんでちょっとなんか微妙だった。じゃあもう一回行きます、じゃあ行きます。はいそっから始まるはい、仙台来ました。はい、仙台。もう一回なんで変な声入れちゃうの。あ、分かった。はいはい、仙台来ましたね。はい、せんべい寿司にやってきました。着きました。はい。15分くらいか並んだ。うん、並んだね。何食べよう。楽しみ。なんだっけ、さっきやったの。ビール飲む。飲む。あ、いい。飲みますか。では。乾杯します。乾杯。はい。昼からビール。最高です。最高。来ましたね、寿司が。はい。めっちゃうまそうや。この何、このなんかこれ何これ。数の子か。変わってんな。うまそうですね。何から食べるの。悩んでる。とりあえず味噌汁。俺も味噌汁飲みたいんだよね。こういうので性格出るから何から食う。ちなみに何が一番好きなの。マグロ。ああ、で何から食う。これ。ああ、そういうタイプ。最後に取っとくタイプ。中間で食べる。前は一番最後に食べたけど、今は意外とお腹いっぱいになる。そう、お腹いっぱいになっちゃうから中間です。なるほどね。俺結構食べたいやつから食べるタイプやな。みんなそうか。うまい。顔でいいや。ごちそうさまでした。食べましたね。食べた。お腹出たね。でも今日はゆるゆるのサッカーだから全然大丈夫。ホテルでチェックインしますか。はい。行きましょう。ホテル着きました。結構おしゃれなホテルです。ね、見てクリスマス。本当だ。すごいおしゃれ。確かにおしゃれだね。ちょっと立ってみて。いいや。いい感じです。ちょうどいいです。1泊2日に。綺麗な感じで。はい。じゃあ、ちょっとゆっくりしますか。はい。今から光のページェントに行ってきます。はい、行ってきます。はい。寒いわ。結構人多いね。仙台。北海道でも腰につけた。おばちゃんや。え？おばちゃんや。おばちゃんじゃないよ。おばちゃんでしょ、それ。違う。何そういうことやの。めっちゃ綺麗。来ました。うん。光のページェントに来ました。めっちゃ綺麗だよ。確かに綺麗です。あ、切れたね。切れてますか。切れた。カイロを買いました。うちの家も寒いんで。仙台寒いんだもん。じゃあさ、それダサくね。大丈夫、上着てるからバレない。うん、バレない。撮れました、写真いっぱい撮った。いっぱい撮りました。満足ですか。まあいいでしょう。まあいいでしょうってな。すげえ上からやな。ご飯を食べに行きますか。どこに行くんですか。しのき。さすがです。そう。仙台といえばしのきですから。そう。2時からめっちゃ電話してさ。2時から予約開始で2時に鬼電するという。来ました。うん。着いた。しのき2ね。うん。ここ仙台で俺ら的に一番うまいと思われる。居酒屋。来ました。乾杯しましょう。カキ来ましたね。カキ来た。絶対うまいやん、こんな。お通しもちょうどいいのよ。いいよね、こういう。名物来ましたね。来た。これうまいんだよな。マジで美味しそう。なんかさ、そこで見るとあんま美味しそうじゃない。確かに。これで？これ？うん。なんかピンボケしてんな。あ、いいや。いいよ。うまくなった。うん、美味しそう。6万人だけ抱えてた。6万人に感謝。6万人抱えてる人がピンボケさせる。ここがちょっと酔っ払ってくれ中になることです。ありがとうございます。ねえ。次どこ行く？次はハマグリのお店。そのピース。2軒目。2軒目のピース。ここに来ました。ハマグリのお店。ここうまいんだよね。じゃあ行きましょう。はい。白楽清です。私が一番好きなお酒ですね。白楽清は日本酒で。乾杯。飲みやすいんだよね。マジで美味しい。やばい、 YouTube 撮り忘れてたね。飲みすぎて日本酒飲んだ。日本酒めっちゃ飲んだ。3合くらい飲んだ。楽しかったよ。楽しかったです。次どこ行くんですか？ラーメン。仙台っ子ラーメン。ここがうまいんですよ。私たちの原点です。原点にして頂点。うまいんだな。来ました。めっちゃ笑顔や。お腹いっぱいとかじゃなかった？おいしそう。うまそうやな。早く食べましょう。いただきます。いただきますか。うまそうやな。これマジでうまいんだよな。どう？お腹出た？出た。帰りますか？じゃあホテルの方に。着きました。みんなまた明日ね。おやすみなさい。おやすみなさい。では行きますか。2日目だ。はい。メガネよ。そう、ちょっと目が痛かったのでメガネです。はい、行きましょう。はい、着きました。何食べます？これトマトがうまい。そう、これが美味しい。あとはまあ好み。あと牛タン定食。あととろろ。とろろね。味噌だね。にします。楽しみ。きた。来ました。オウムです。トマト。これがめっちゃ美味しいのよ。もうこれで終わり。ゆっくりして。はい。休憩しますか。はい。クロワッサンが来た。思ってたと違うクロワッサン来た。めっちゃ美味しそうだった。ナイスの顔。美味しい。美味しい。よかった。歯が溶けそう。確かに。寒いのにアイスを食うという。私寒くないの。本当？俺はちょっと寒い。肩出してんのに。寒い。ね、破けたその部分。ちぎられた。何今の？おいしい。動画です。撮ってよ。撮ってあげる？撮って。楽しかったですね。カフェ美味しかったです。今から何するんですか？これからカシオレちゃんとコラボの撮影です。コラボすごい。撮影ってなんかぽいね。コラボもめっちゃ良かったね。そう、なんかいろいろ勉強になった。撮り方とかね。そう全然違うから。そう、じゃあ帰りますか。はい、閉めてください。じゃあ、はい、じゃあ皆さん YouTube 登録よろしくお願いします。バイバーイ。